それでは木こり風チョコバナナを作っていきます。縦に1本切れ目を入れます。ここに板チョコを、オープス、グイッと、結構チョコが大きいですね。こんな感じで、さあできました。お、よし、ああ、さて、それでは木こり風チョコバナナをいただいてみたいと思います。お、いただきます。これはすごい。バナナを温めることによってチョコレートとマッチして、もうね、もはやケーキみたい。バナナにチョコを挟んで焼くだけで、もう一つの、Oh my gosh. さあいただきましょう。森で疲れた体に、アウトドアで疲れた体にぴったり。手間がかからず、手間がかからないのにちゃんとスイーツになってる。うん。まるでね、本当に手をかけて作ったケーキみたいに素晴らしい出来です。ぜひ、このようなチョコバナナですね、試していただきたいと思います。うん。うまい。すごくね、見た目はドロドロしてますけど、繊細な味ですよ。うん。バナナを温めるとこんなにも深みが出るのっていう。
アート、これはね、もうもはやアートですよ。美味しいキコリ風チョコバナナでした。